伊博氏は、大韓民国のテグ広域市出身の、元プロ野球選手。3年目の2002年、遊撃手で、アイブフインターコンチネンタルカップに出場。キューバー戦に、本塁打を打つなどチームの準優勝を牽引。2004年は打率、308.23本塁打、74打点と、自己最高の成績を残し、この年から2007年まで4年連続20、本塁打を記録。 2005年は遊撃手から三塁手へコンバートされた。自己最高の26本塁打を放ち、投票で均等中に金差で勝って三塁でゴールデングラブ賞を初受賞。自身初めての国際大会 2006WBC は目立った活躍はなかった。2009WBC の韓国代表にも選ばれた。2009年大会2次ラウンド順位決定戦では、 田中正宏から同点ホームランを放った。また3対2でリードをされた決勝戦の9回裏、西一二塁の場面で、ダルビッシュ優から三優間を抜ける同点的時打を放つなど、韓国の準優勝に大きく貢献。大会通じて打率、400点3本類が7打点の好成績を残し、三類種のベストナインに選ばれた。シーズンも、 自身最高となる打点79を挙げた。福岡ソフトバンクホークス時代2009年11月、韓国野球委員会に FA を申請し、11月19日には福岡ソフトバンクホークスへの入団が正式に決まり、2年契約を結んだ。2010年5月7日の埼玉西部ライオンズ、戦では、味方が相手先発の枠井秀明の球を打てず8回まで、無安打に抑えられていたが、 9回に、先頭打者の彼が二塁打を放ち、ノーヒットノーラン達成を阻止した。シーズン全体では、左投手に対し打率、147と苦戦し先発出場も35試合にとどまった。代打では13打席で打率、417、2本塁打と結果を残し、2軍では、本来の長打力を発揮し打率、277ながらもオプス。 929を記録した。2011年1月27日、契約期間を1年残しながらも自らの申し入れソフトバンクを退団し、韓国、キアタイガースに移籍することが決まった。久保から NPB へ移籍した韓国人選手で、韓国へ復帰する際フルスとは違う球団と契約した初の事例となった。彼の半花への保証選手には、 安永命が選ばれた。キアでの最初のシーズンとなった2011年は、開幕から打撃好調で8月まで打点王のタイトル争いをしていたが負傷により1ヶ月ほど戦線離脱し、規定打席にも達しなかった。2012年は足の故障で7月前半までの出場となり、シーズン後半を棒に振った。2013年は、気合席を初めて規定打席に達し、 チーム最多の24本塁打を記録した。2015年は28本塁打を記録。オフシーズンに2度目の FA を取得。キアと2016年からの4年契約を結び、残留した。2016年は、自己最多の33本塁打を記録。2019年、故障などで、出場機会が減少し、7月13日、公衆キアチャンピオンズフィールドの半波戦を、 引退試合とし、この日すべてのキアの選手が、背番号25のリ弘氏の名前が書かれたユニフォームを着用した。そして三塁手として、先発出場し、試合後には引退セレモニーが行われ、同僚選手たちから胴上げされた。また、背番号25は、同じく三塁手のボクさん、へ継承された。翌7月14日、キアより、 ウェーバー工事され選手生活に終止符を打った。2019年9月6日より同年10月までかつて所属していた福岡ソフトバンクホークスでコーチ研修を受けた。2020年2月から10月までフィラデルフィアフィリーズ参加のマイナーリーグチームでコーチ研修を受ける予定だったが、マイナーリーグの開幕が不透明となったため2020年5月、初めに帰国し、 キアタイガースのスカウト業務に関わり、同年11月、キアの二軍総括コーチに就任した。韓国有数のクラッチヒッター。打率に比べて圧倒的な超打率を記録しており、特に得点圏打率が非常に高い選手として知られている。久保の歴代プロ野球準プレイオフで最も多い、ホームラン数を記録している選手でもある。また2019年シーズン終了時点で、 韓国プロ野球史上個人最多の満塁ホームラン17本を記録している。積極的な打撃を特徴とし、2004年から2007年まで4年、連続20ホームラン以上を記録したほどの長打力を持つ。2009年まで在籍したハンファでは、堅実で強権でもある三塁の守備で、レギュラーとして活躍し、持ち前の長打力で、金大金とともに、 打線の中軸を担ってきた。また、これといったタイトル受賞は2004年の最多二類だ。一つだが、怪我が少なく615試合連続出場記録を持っていた。しかし2011年の韓国プロ野球復帰後は、怪我や故障が多くなってしまった。本来の漢字は木編に、ボンノだが、立ツクエと表記されることがある。また、名前を一文字ずつ区切って、 正式に発音するとイボムホとなるが、会話の中では区切らずに続けて発音するので、音声上はイボモに聞こえる。ソフトバンク時代の登録名は一文字ずつ区切った発音を使ってイボムホとなっており、韓国人の耳には少し違和感のある登録名だった。ありがとうございます。